こんばんは。こんばんは。ぐるぐる多聞店のお時間がやってまいりました。やってまいりました。この番組では私たちが日頃気になっている。あれこれはい。どんなあれ？これかは分かりませんが、そのあれこれをぐるぐるきりのないお話でぐるぐる、はい。やっていこうとそんな番組でございます。はい。ちょっとくどい感じで。<laughs> <laughs> 久しぶりのなんかあの森重さんの番組紹介でしたね。うん、いや先週すごくアンナさんがさ、はい、バシッってやってくれたじゃない。元気よく、元気よく、元気よく行ってみました。だから俺も元気よくやろうと思ったのよ。はい。うん、元気よく始まりました。始まりましたよ。はい。まああのー、先週もそういえばなんか最近気になってることの話みたいな。うん。 先週は何の話しましまたかね結局ね何々のためにみたいな話だったんですよ。そう,そ,うはい、そうでしたで、まあ、きっかけは気になっ新庄のことが気になってるみたいなそうそうことだったんですけど <laughs> まあ今週もなんかこう最近気になっていることとか <laughs> 見聞きしたものの話とかからさあちらこちら行ければいいかなと思っております。うん、はい なんかか見ましたか最近 <laughs> <laughs> 最近そうですね見たもの、まあ、ちょうど昨日今日は11月22日なんですけど<う>昨日あのー、今明日までですね福岡でやってるえっとですね何ていう名前のイベントだったかなあの福岡市美術館とか。あ電気王のやつ 電気,王 <laughs> 電気王じゃないなんだっけ、あのー、電力王か電力王松永さんの展示じゃなくてあそれは博物館かな,分かんない展覧会イベントえっとね福岡市美術館あのサテライト会場が何個かお店があるんですけどやってるんですけど、はい、えっと <laughs> 福岡アートブック <laughs> ああはい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 そうか 福岡アートブック展覧会ですね市美術館の2階の外のところと、はい、あとは市内の7カ所、うん、お店とかいろんなところを会場にやってるイベントですねはい、はい、に行ってきましたねそうだそうだ、はい、そ,れそれやってたんだったすっかり忘れてましたそうでございますはいはいあのー、あれですよねうん 理想グラフのワークショップとかもあるやつですよね。そうそうなんかねワークショップもやってるみたいですね。うん、まあこの博多南駅前ビルにもはいリソグラフがねはいありますけれどもありますか？シェアオフィスの中で僕がたまに使っている輪転いはい臨天機ああ <laughs> あやつは実はですねあのオフィスとかにすごいいるんですけど広範印刷と言ってですね、うん、結構最近は アートとか、にもすごい使われている、うん。機械なんですよね。うん,うん。うん。そうそうそう。そうだった。面白かったですよ。面白かったですか。はい。はい、国内外の作家や出版社。はい、福岡のアーティストやクリエイターらが手掛ける創作物を。本イコールアートブックというテーマで募る福岡発の。アートブック展覧会、うん。あらら,ら,ら。という。あらららららら,ら。そうでしたわ。そうでしたー。あのー。 何ヶ3か月ぐらい前に、うん、あの大手門のリンド・カルトナージュっていう文具屋さんに行った時にこの話をそういえば教えてもらってうん、うん、なんかうちもちょっと協力してるのでみたいな話で行こう行こうと思ってたんですけどうん、うん、なんかねサテライト会場の多分一つになってたんじゃないかと思いますね,すねいやもうほんとめちゃくちゃいいところでリンド・カルトナージュといういそこで。 あのペンを買ったりしたんですけどね、なんていうかな、本当になんか壁にね、うん、多分そこで物を買った人からだと思われる手紙がばって当たるんですよ。すてきなお店だっていうことがそれだけでも分かるけど、<ー>なんて言ったらいいんだろうな。もちろんその 文房具というよりも書くこととか印刷することっていうのがすごくお好きな方がやってらっしゃるんだなっていうのもあるしお好きなっていうかもう生活の一部になってる感じですよね。でそういうこうなんかこう路地の奥の奥まで行って出会ったすごく魅力的な人と空間みたいなさ温かみがあってでそこにはこう 小さなお店だけど、うん、たくさんの人たちが実は通ってうん、うん、心を通わせているんだっていうことがさうん、うん、分かる場所でいいなとか思ったんですよね。そこのそこで働いてる方もあのアーティストとして出店してましたよ。あそうですか平尾にある「君の好きな花」というところも。 一個会場になってて、うん、でその「シビの会場」行った後にメイン会場がしあの福岡市美術館のとこなんですけど、はい、あの一緒に行ったお友達がそ,のそこで働いてる、うん、あの方とお友達でちょっとそっちにも行きたいからって言ってあの行ったんですよへえいいす、ねうん、素敵な作品をあ、あのー、出してましたそ,そこの、あのー、お店のインク、うん を使った作品とかあとかあは紙も今実験的にいろいろ作ってるんだとかっていって木くずのを使った紙を使って陣をし、あのー、出されてました出展してましてすごい面白かったですいろんな、あのー、本当に、まあ、東京からもだし、うん、まあ東京の方も結構多かったですよね。結構あのもう名の知れた、うん あのアーティストさんの作品から、うん、あの20代10代ぐらいの若くて、うんまあ、福岡で活動されてる方までいろんな作品があってすごく面白かったですね。そうか、うん、場所もいろいろでまあ多分属性みたいなものもいろいろで、うん、ねなんか紙とかさうん、うん、印刷っていうのも本当 それぞれの味が出るじゃないですかそのチョイスに、うん、だから多分あれだろうな1日とか2日じゃとてもじゃないけどいや本当ですね,ねそうそう 見切れない感じでしょだから私も2会場しか行けなかったですけど、うん、他の会場も行きたいなと思ったしそのお店に置いてあるもの多分同じものもあると思うんですけど、うん、そ,こ,そこ,こで見るものとかそこでおしゃべりする会話の内容とかもまた違ってくるでしょうから。うん、うん あの面白いいと思いますねちょっと昨日が途中で雨降ってきちゃったのでそう,かそうなんですよだから、あのー、サテライト会場は全部多分屋内なんじゃないかなとは思うんですけど、うん、その福岡市美術館の方は外だったんでやっぱ紙だから <laughs> なかなかねもう途中で作品の上に全部こうビニールみたいなのかけてそ、ね、あの一応。 お客さんが見に来た時にちょっとめくってみるみたいな感じ、うん、なるほどねだったので本当はね雨が上がってたらもうちょっとじっくりと楽しめたかもなーと思いながらもででもすすごく楽しかったですねいいなそこでねあ,、あのー、あるアーティストさんがイラストレーターやってる方が<う>その方、えーと、東京から来たんだったかな、えー、人宅っというのをやってて人<宅>、はい、あの,ー人の タク魚卓みたいなことあそうですまさに<ー>魚択の人択っていうのをやってて、うん、その場で黒のインクで書いてあったんですけど、うん、でたまたまあの知り合いの,あの2人の知り合いの人がその人択を書いてもらってたんですよ、うん、そこに居合わせて。うん、くすったそうあえっとねあのその紙の上にこうやってこうじっとして書いてもらうっていうよりも。うん 紙の描くかあのそれをイラストを描く紙の前で写真を最初に撮ってああ<ー>そうそういうことかでその写真を見ながらこうかたどっていくみたいなあそういうことか、うん、よかったよかったいや紙にさ <laughs> こう自分をこう当ててさ、まあ、紙の逆側からこうなぞられるみたいな <laughs> すげえすぐったそうだけど<笑><笑>やってみてそれって,って <laughs>、まあ、確かにそれのやり方もできますね、うん、できるそうそうっていうのをやってて<ー>もう等身大の 本当こう長細い模造紙みたいなものにこう頭身大の自分が描かれるってい面白かったですよ。持って帰れるのかな？持って帰れマジで、うん。持って帰ってその方はあの写真でしか見てないけど部屋の壁に貼ってましたよ、えー。いやなんかさ、うん、記念写真とかもいいけど、うん、なんかその子供とかさ、はい。陣宅でこう一年に一回撮っとくみたいな。ああなるほど面白いですね。うん、で。 同じじ長ささゃない髪がでも人がこう変わっていくっていうのをさいつか並べられるじゃん。面、うん、面白白いいいいななと思って面白いですよね、うん、それはいいなあとねもう一つあのー、面白かったのが石を作ってる方がいて石、はい、同世代の男性のアーティストさんでしたけど、うん、あのー、なんかもともとその映像とかカメラとかの方の。うん なんでしょうね、あのー、なんかこうキラキラした水面みたいな<う>あの写真とか、うん、こう林の中のこう光がキラキラキラってなってるぼんやりした写真とかを撮ってそれをこう石に貼り付けて、うん、でそれが本当にこう何て言うんですか 石に見えるなんか例えばルビーとか,なんかそういう系の石に見えるように作ってる方がいて最初これ石かと思って「これなんか石ですか?」みたいな話してたら「これ実はあの写真を貼り付けてるんです」って言ってそれはこうまあそういう写真を和紙になんかやめのなんとか和紙っていうのがあってそれに印刷をしてでそれを濡らして。 えっと、実際拾ってきた石を白く塗って<う>その濡らした写真を印刷した和紙をこう貼っていくんだそうするとこうなんていうんですか紙のこうしわみたいなはい、はい、風合いが出てきてねそうそうそうちゃんとペターってくっつくから、えー、それでこう濡らしながらちぎりながら貼って、うん、でニスを何度か何度も結構重ね塗りしてピカピカさせて石みたいに。なるほどね っっっっててていいうのを作ってる方がいらっしゃってそうそうでそれとその石とえ例えば中川だったら中川あの川の中川ですねのこうちょっとこうキラキラした写真を貼った石その中川の光の石とプラス陣を作られててその方も中川のいろんな風景の写真例えば森重さんの写真とか。 染めごろの写真とか、猫ですねうちの、はい、そういう中川のいろんな風景の写真をあの取りためたそういうジンと最後にそれを映像にした UQR コードもついてる、それをパッケージにしたものを販売されてて、そうか、それも全部含めてアートブックとしての出展っていうのはいいね、そう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 、なんかその単純に本を出します。うん っていうことじゃなくてねへえまあ本をなんていうの本にまつわるでもないな本を一つの起点にしてるけどもうん、うん、そこから広がりゆくアートみたいなうん、うん、そうですねめっちゃ面白そう,、うん、う面白かったそれいいと思います今日はなんかそのメイン会場は雨で,<ー>雨でなんかみたいですね明日はねあるみたいで。 いやそそれめちゃくちゃゃく面面白そうだな面白かったですねなんか私の一緒に行った友人はその石の作品に興奮しすぎてなんか大声であの、まあ、その子結構感情がこう、うん、なんていうんですかまっすぐに相手に伝えるタイプなので声が大きいんですけどはい、はい、大声でですよそのアーティストさんに向かって。うん 天才ですねお兄さんって <laughs> やばくないですか <laughs> すごいね、いやでもめちゃくちゃ嬉しいよね。うん、いや、そうそう、だからお兄さんも、ありがとうございますとか言いながら、私、なんかあんまりそういうの言,い言えないタイプなんですよ。声は大きいけどね。声は大きいんですけど、なんかそうやってこう、<laughs> 天才ですねとかをアーティストに分かって言,言えないんですよ、思ってても、なんかそんなの言ったらなんか変かなとか、そういうのを気にしちゃって。うんけど その子はねもう周りの出店者にもう聞,こえは聞こえるぐらい響き渡る声でいや生きててよかったと思うと思うもそうですよね天才ですねーっていうでもねす素敵でした本当にへえ<ー>そうなんかでも日頃見ているものとか、うん、目の前で見えているものが実は違うっていう表現はさアートの一つの定石だと思うけど、うん やっぱどの作品を見ても、うん、その人によってさ何をまず別のものに見せようとしているかも違うしうそれにどんな方法を使っているかも違うしいや人類まだまだ可能性あるなって思うねいやそうですよねあのー、友人が写真のアーティストなんだけれども写真のその被写体を塗るんですよ、うん、だから絵に見える。ははい、はい、はいい、うん あの本当に庭とかスプレーで塗ったりして,てね、うん、<laughs> 植物とかを取ってるんですよ。えー、でそういうのとかもなんかそうかこういうやり方もあるかって思うしそのなんか入れたちがね、うん、スプレーやる時の入れ,、うん、入れたちが工事現場とかの人がやってるメガネあるじゃん砂が入らないように、うん、かねもうエンジニア工場の人なのよ。 フル装備ではない、うん、その感じも含めてなんかこの<ー>この世界の隙間に、うん、こんななんか生き方があるっていうかいや奥深いみたいな<ー>てか幅広いっ,、ね、っていうかもうほん面白いよね、うん、やっぱなんかで割とね直接やり取りもできるっていうことだったら、うん、いいですねあ,のあそうそうそうなんんかねあのー、アーティストさんがたっ ってない場合も結構あるっぽかったんですけど、うん、その実際に作った方じゃないパターンも多分多かったと思うんですけど、うん、まあそれでもねいろいろあのお話できて面白いしあの、えー、とき君が好きな花でし「たっけお店の君の好きな花、ね」な花かは,い、はえっとね多分なんかユースブースみたいな、うん、あのそういう会場だったみたいで。 若いってことだからそうですね、うん、であのー、そうそうえっと何を言おうとしたんですっけあそうそこの会場の方たちは多分皆さんアーティストさんだったですね。うん、写真の人もいたし絵の人もいたしあとねあの陶芸っていうかもともとそういうのをやあの勉強してるっていう方があのー。 なんかねその方もすごい面白かったんですよねなんかずっとその恋愛とか、うん、人に対して恋愛とかそういう,うにえっに、と、そういう風な感情がわからないっていうっていうタイプの人で、まあ、それがちょっとおかしいことなのかなとかっていう、まあ、多分、えっと、そういうことで悩むことも結構多いみたいで,でだからそういう二人 っていうのをなんかテーマにして作品を作られてて陶器でこう人をかたどったよーく見たら人って感じのものなんですけど、うん、作品でそういうのを作ってて、まあ、それを写真に撮ってあの、まあ、なんかポスターにしたりとかそれを作品にしたりとかしてる方だったんですけどそれもなんか作るのは絶対後ろ姿。 前も後ろも後ろ姿で作ってるんだっていう話をしててなんか面白いなーってなんかこの作品は全部なんか自分と向き合いたくて、うんうん、作ってるんだって言ってて。そうか そうやって自分,で向き自分に向き合おうと思って作ったものがさ、うん、別の人が全く違うやり方で、うん、その作品と向き合っていくわけじゃないこれがすごいよね、うん、やっぱ作品がメディアであるというか本当にあらゆる可能性と意味を持つっていうその器になるわけでうん、うん、いやー面白かった。なんかコラージュの作品も やってあっててあいろいろそういうことをテーマにした2枚の写真だから一見1枚だったら何ともない写真を組み合わせてることで、うん、ちょっと恋愛とか,なんか性愛とか、うん、そういうのを、まあ、連想する人もいるかもしれないみたいな感じの<ー>そういうなんか陣をあの打ってありましたねなるほどね。うん 面白いなーって思って、ね、それがまた個人的であるっていうことがすごく大事だよね。個人的だから絶対にわからないじゃん、うん、あの完全には。だからこそ余白があって関わり合う余地があるっていう気もするしいやーいいななんかそうやってこう作品一つ一つ見ながらずっと話しながらさいやーそうなん考えたい,、ねね、いやそうですよなんかね。<laughs> 本当はもっと話したいけどやっぱお客さんもいっぱい来るしそんななんかずーっと捕まえとくわけにはいかないじゃないですかだからなんかこうそういう意味ではなんかこう一個物足りなさはっていうかねこう大満足はできないかもしれないけど、うん、そういう意味ではですね、うん、でもすごく面白かったです。ねうん、面白いいなあそういえば あれだねこの番組アートの話あんましてないね。そうですかね。したのかな、まあ、いつもなんか,こううかもしれませんね。気持ち的にはもブラックバックグラウンドにはあるんだろうけどうん、うん、お互いに関心はあるじゃないの割にはあんま話してないかもな確かに今ふと思った。そうかもしれなないですね,ね、うん、なんかあの時にちらっと話したかなあのなんか えーっとね、なんかこう映画の描写のやったねの話。まああと漫画の話もしたからね。まあまあそうですね。まあやっぱりちょこちょこしてるけど、うんうん、そうか。まあそんなにはしてないて。うん。そうかもしれない。うん。いや面白いな。やっぱりいいよね。いいよ。いうん。あの全然違う世界だしさ。うん。違う。うん。まあ実続きではあるけど。うんうんうん。 うん、なんかそうだよなこれどこが主催みたいな感じでやってるんですかね福岡、うん。どこだったかなエキスポ、今ね、アバウトを見てるけどね。うんうん、ちょっとすぐ出てこない。<laughs> あ,のあ、来た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 。まあ、ニューグラフィーというアートブックイベントなんですね。うん、そもそもね。国内外の作家や出版社をはじめ、 福岡の街をベースに活動するアーティストやクリエイターが手掛ける創作物を本、うん、アートブックという共通テーマで募る、うんうん、そういうイベントですあ本当あだユースブースのこととかも書いてありますね。うん、分散していろいろ回遊しながら88組も出てんだ、うん、アーティストすごいね。 すごいな。うん、面白かったなので。はいはい、で運営時、あ、この多分事務局の方が多分リンドカルトナージの方ですね。うん、あ、そうなんだん。割と、なんか名前が確かそういうお名前だったなっていう人が乗って,て。へ、えーへやー。へやー。<laughs> 面白いな。へや。なんか、ちょっと前も舞鶴公園か大堀公園で。やってたよね。ジンのイベントやってましたよね。そうだよね。やってたよね。ねん。 俺もちょっと気になってたけどいけなかった知り合いが出店してましたね。あそうですか。共通の知人だと思いますけどもそう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 、そのイベントに出てた方がそのさっき言ったの後ろ姿の二人の,、うん、あの陶器を作ってる方がああそ,、うん、それにも出たとかっておっしゃってましたね。へいいななんか アートブックという領域がどんどんそうやって広がって溶け合っていく、うん、うん。なんか本が好きな人のイベントってことじゃなくてさやっぱりそのアートの表現の機会になっていくっていうのはすごい面白いね、うんうんうん、面白いよね面白いですよね、うん、やっぱこう本当に読み物っぽいすごく読み物っぽいものもあれば、うん 作品集みたいなものもあれば、うん、でもなんか別にそんな隔たりなく、なんかね作られてるものもあって、そうね。うん、我々もほら計画をしている人があるじゃないですか。<laughs> はいはい。<laughs> まあ今ちょっと割と僕が止めちゃってる感じですけどね。いえいえちょっとね。はい。もう温めまくってるんですよ、ね。温めまくってる。はい、でもあれ絶対面白いよね。うん。うん。<laughs> <laughs> <laughs> もったいぶるようにもったいぶるけどね、はい、まあ作んなきゃいけないよねそうですねことば中川でも、うん、あのねこのラジオ局をやっていることば中川ですけど、はい、それでもねジーンを作ってましてそうなんですよ、うん、で今年はちょっとまあ少しリニューアルしていこうっていう。うんうんうん まあ去年はさ小さい冊子っていう感じで情報もコラムも載ってるみたいな感じだったけどそれこそ少しアートブック的なまなざしを入れて作りたいっていうことを考えてるんですよね。 なんとんあのーでね、定期観光みたいのを目指してたりはしたけどうん、うん、むしろこう今年の気分みたいなのできちっと作ってみるみたいな方向でもいいのかもなって気がうん、うん、印刷とかさ紙のこととかもさそれこそちょっとそうねやっぱりなんかやっぱ印刷紙っていうのもこういろいろ見るとやっぱり なんかそれも含めて、うん、あの内容とかだけじゃなくてやっぱそれも含めてのこうものにしたい気持ちはありますよね。うんまあ、より一層そうじゃないやっぱり、うん、そのデジタルで読めるものが増えたことでせっかくのリアルなものは、うん、マテリアルものとして楽しめるものにしたいっていう気持ちはあるよね。なんか、まあ、確かか確にだからこう あの定期刊行みたいなことで1年間3冊4冊出すんじゃなくても一1冊にしてそこにちょっとあのお金をかけるみたいなことでもそいういかもしれないですねお金も手間もなんか気持ちもかけていくっていう、うんうん、なんかそういう形で作れるといいかもね、うん、そうですね最近あの全然違う人に文章を書いていく、はい くれれってて言わ書いたんだよ、ね、<う>あのすごい締め切りをオーバーして書いたんだけどんかそれをまた書いてることによって、うんうん、あなんかちゃんとやっぱり作りたいなみたいな気持ちも高まってるし。いやそうですよねやっぱなんかこう作るそのそうなんか会場にいた時も他の全然知らないお客さんが。 なんかキャーキャーすごい言ってて楽しいみたいな雰囲気ででなんかなんかすごいねすごいねとか言いながらなんかあなんかないろいろ作りたくなるねみたいな会話をしてて、うん、あなんかいいなーって思ったんですよね、うん、なんかこうやっぱ自分もそのさっきも言ってましたけどいろいろやっぱりその人のあの なんて言うんですか人となりっていうか感覚とかいろいろみんな違うと思うんですけどそれによってね捉え方も変わってきたりとか、うん、あのするっていうのがよりなんかこうすごいこうなんかこう近くに感じれるっていうか,なんかそういうイベントだった気がするんで、ね、確かになんか創作意欲みたいなこととかで、うん、湧く湧くよ,よなって。なんか 普段から僕はもう四六時中何かを書いてるけど仕事でも何でもそのなんだろうなやっぱ誰が読むかみたいなことを考えて書く割合の方が多くなりがちなんですようんでもやっぱそうじゃないチャンネルで書くことこれはまあ書くじゃない人もたくさんいると思うけどっていうのをやった時に。 ななんていうかな現れる感じというかう整ってくる感じみたいなやっぱりあってうん、うん、だからなんかそれをやっている人たちっていうのが集まっている場はさうもう本当に安心空間だよねうん、うん、サウナだよサウナ、うん、<laughs> なるほどね <laughs> そうねそうかもしれないですねそうがやっぱいろんな楽しみがあるけれど、うんうんうん うん、なんか決してさ、うん、自分の感覚とか自分と向き合って作っているからといって、うん、そこに物を生み出している以上内的にまとまととっているわけでもな思うんだよねうん、うん、むしろこう誰かに伝えようとする方がとってもエゴイスティックになるし内省的なものにな感情的なものになる、うん、と思う,うん,、うん、んだけど。うんうん そのやっぱシンプルな佇まいで生きていきたいよねっていうのを毎回思うねなんかそのコンスタントに集中して作品を作ってるアーティストの人たちと会うとねそれが習慣になるってすごいいいじゃんいやすごいですよねうんそうなんだよねでもなんか人間って感じそう。 そうなのよ、うん、まあだからこそさ、うん、ちょっと自分が人間的な生活じゃないなって思う人たちからの妬、うん、みもあるんだけどね<ー>なんかまあ変わってるみたいな,<ー> <laughs> なんか浮世離れしているとかでもさ逆にめっちゃ人間的というかうん、うん、感情の機微もあるし小さな流れに。 もうちゃんと気を止めてで流れに身を任せながらも、うん、なんかぐるぐるとそれこそ考えながら生きてるわけじゃない。いいよね、うんうん。そうありたいってシンプルに思ってそっちに向かった方がいい気がする。その分ねやっぱなんかこう苦しいこともあるんだろうなと思いますね、うん、向き合うことで。そう思いますよ。 例えば何か仕事が全然違うことだったらそっちでこう忘れられるみたいな、うん、とかそっちに向かって見ないふりすることだってできると思うんですけどそれをしないっていうこともあるでしょうからね、うん、人が見ようとしないものを見るっていうことだったりするから、うん、当然きつかったりとか理解されなかったりとか、うん、孤独を感じることももちろんたくさんあるけど。 まあ続けている中で、うん、あそうでもなかったっていうなんかこの世界は捨てたもんじゃないって思える瞬間を感じられるのも、うん、やっぱ続けているからだと思うからねあのうんきつそれはきついけどね、うんうん、そういうきつさの方が目を閉じている違和感よりもいいんじゃないかなって気は、うん、俺はするけどね。うんうん そうかかななるほどなまだから後回しにしたくないですねやっぱりこういうことはね。そう、うん、こういうものに触れるとか、まあ、作ることもそうなんでしょうけどだし、うんまあ、なんかそういう環境でいられることはやっぱり後回しにしたくないですね。 なんか妙に気取って消費しに行きたくもないちゃんとその場に身を浸したいしなんか申し訳程度行きましたみたいなじゃなくてさ福岡で言うと、うん、それこそ今日この収録している11月22日から5日間かなうん、うん、僕もすごいお世話になってる人たちが、うん、アジアンフィルムジョイントっていう活動で。うんうんうん KBC シネマでとある監督の映画を上映するんですよ。あのお茶スイーチャーコーンポンっていうタイの監督で俺、うん、やっと名前覚えたんだけどさ最近。<laughs> でまあ日本でもまだあんまり知られていない人うんで短編と普通の映画があり、うん、まあほぼ毎日トークがつく。 うーんでまあ雑談的なトークもあれば、うん、学術的なトークもあったりうん、うん、っていうことをやってるんですけどとてもやっぱりその映画今流行ってる映画だからっつって消費しに行くみたいなことではいかないタイプのイベントじゃないですか。やっぱもうね身を浸しに行くみたいな感じで行くものだし。 まあだからこそ映画館がいいんだと思うけどうほぼ軟禁状態じゃん映画館って暗いし身を浸さざろう縁みたいなものがあってなんかああいう活動とかも何て言うかなある種作った人の,その手触りとかうん、うん、感覚を感じさせるものにもなっているしあと関わっている人の手触り感じさせるってのがめちゃくちゃ大事やなと思う。う トークで出るる人人企画してそれぞれのなんかこう意思とか思いみたいなものとかなんか手垢みたいなものがさうん、うん、見えてくるじゃん手作りだからさそういうのが身近であるっていうことの幸せさを感じるよね、うんうん、そうですね、うん、ほんとそれはそう少ねえなって思うけどね正直まあそうでしょうね、うん、いやそうだと思いますねなんかやっぱいいなって思ったりしますもんねななんんかかかこれ楽しそうとか思って場所見たらなんか 全然普通に行ける場所じゃなかった、うん、みたいなことそ<う>たくさんあ,るしありますしね。でちょっと前までは映画とかも、うん、あこれ来ないんだとか、うん、北九州まで来てるじゃんとか、うん、あったけど、うん、今は何かそういう何が来てるかっていうよりも、うん、なんかこうどういう人たちがやってるのかみたいなことによりこう気持ちが向くようになってきて。うん、だからその人たちが、うん のバックグラウンドとか喋ってることとかも知りたいしまあじゃあそのジェンダーとかえーと気候変動の話とかそういうことについてはどう考えてるんだろうとかもすごい気になるしそういうこともひっくるめてどう作られたイベントなのかみたいな単純にこうアートを見せようっていう興行ではなくてうん,なんかある種のコミュニティみたいなものが そこに生まれるかもしれないものっていうのをなんか意識してる気がしているてる,いるななほどね、うん、なんかでもそういうのって確かになんかこうなんていうんですかねめちゃめちゃ調べなくても、うん、例えばタイトルだったりなんかそのなんかビジュアルとかなんかこう文章だったりとかそういうので結構伝わるじゃないですか。うんうん なんかだから割となんかそうやって選んでいったものって、うん、例えばさっきの気候変動についてどう考えてるのかなみたいな話とかがしやすかったりしないですか、うん、する、ねうん。アウトプットされてるものに何かまあ要素を感じればもちろんしやすいしうん、うん、そうじゃなくてもなんか。 なんかいいなと思ったものは何かおそらく共通する部分があるのではみたいなこう精神的なハードルが下がるうんそうねまあでも聞きたいねなんか今話しながら思ったけど面白い活動だなって思う人たちにえっとその活動の話というよりはいろんなまあ 社会のにまつわることの話を聞くっていうか話すみたいな。なんかそういうのやりたいね。そうですね。うん、なんかそうなんか森重さんも前ちょっとチラって言ってたじゃないですか。あのー、えっ、ー、とプレイヤーズのお二人ゲストに、うん、あのこの番組に来ていただいた回の時にえっ、ー、とそのプレイヤーズのやってる視覚障害者からの問いかけワークショップで、うん、なんか何 えと何が面白かったかみたいなあの話を確かした時に森重さんが何か何だったかな,なんかその立場それぞれのなんかこう立場を気にせず話せるみたいなそれが嬉しかったみたいなこと言ってましたよね。そのそうだっけののワークショップの中で、まあ 請願、えっと、者と、うんえっと、視覚障害者の当事者とのこうオンラインでつないでのワークショップで、うんまあ、視覚障害者の方から請願者に向かってなんか質問されてそれぞれ答えるみたいな、うん、あのそういうワークショップでしたけど結構質問内容がいろいろだったんですよねなんか何があったかなすごいなん,かな,なんで朝日を見に行くんですかみたいな話とか結構そういうざっくばらんな質問っていうかなんかそんな。 ワークショップだったんですよねでそれについて森重さんが自分の今まで例えば初めましての人と話すときに結構自分のまあ立場あい思出してきたなんかこう肩書き的なものとかをまあそ,それを踏まえて話すみたいなそういう立場として話すっていうことが結構まあやっぱりあの年齢的にもあの多分多くなって。 でもそのワークショップではなんかそういうもののもとに話すっていうよりも一旦そういうもの今、まあ、一旦というかそもそもなんかそういう手で喋ってないみたいな,なんか本当に人と人とで喋ってるみたいな,なんかそれが面白かった的なことを確かに、はい、感想を言ってたと思うんですけど確、ね、確かに確かにに建前とかペルソナっていうふうに俺は言葉としてはそれについてはよく使うんだけどもうあるじゃん。 目の前にどこに立っているかによってどういう自分でそこに向き合うかっていうのはもちろん誰しも変わっているなんかねやっぱオンラインの特性でもあるかなと思ったけどそれがこう取っ払われる感じっていうその取っ払っても大丈夫っていう安心感でありつつ強制的に取っ払われてそこに向かい合うんだっていう緊迫感でありつつその両方を感じた。うん 確かにうん、だから、なんかその今の話で思ったのは直接、例えばそのイベントに行って企画者と話した時に、うん、ときにいろんなプロジェクトやってる人と話すときになんかそれについての話も面白いけど、うん、なんかその人が別のことについてどう思ってるのかとかそういうことを聞きたいっていうのは結構、共通することだなと思って。そうだよ、ねうん、私もなんかそれは なんか全然関係ないようで全然関係なくな,ないじゃなないですか関係なくない、うん、あのむしろすごい大事なことだと思うだからなんかそういう場、うん、があると楽しいですね結局さその、うん、もしそのことを考えたことがなかったとしても、うん、えと投げかけられた時に何かが喋れるっていうことが起こるはずなんだよ。なんだろう さっっき言たたみたいな人生に対する眼差しとか人間っぽいみたいなところがあればそそうそう,そう,そうだからいや俺が例えばすごい面白いことをやっていてもすげえジェンダー的にもうアウトみたいな集団に出会ったとしたら距離を置くんだけど何で距離を置くかっていうとそのジェンダー的に彼らがアウトだからっていうことではなくてそういうことに対してその。 のまなざしがない。まあやり取りをして気づいて変わっていくとかはあるかもしれないけど、うんうん、まあ多くは変わらなかったりとか、うんうん、いやそういうの大変っすよねみたいになるみたいなの、うん、見ちゃうと、うんうん、やっぱなんかまなざしの丁寧さみたいなものをのかけた感じがしていて、うんうん、これはイベントもいいものになっていかんなって思うんですよ。うんうん、誰かを犠牲にしていくだろうし、あのー、なんかまあきっと。うん うん、不幸が生まれるって思うから離れていくうん、うん、だからなんかやっぱりあのそのことに詳しいかどうかってことじゃなく話すっていうことができるはずだっていうなんかわかんないけど信頼みたいなのもあるしんなんかそれってね この言こ葉とと中川でラジオをやっている意味でもあると思っていてわざわざマイクの前で喋るじゃないんでなんか誰が聞いてるかわかんないけど流れてるじゃないんでやっぱここにはその取っ払われるわけじゃないけどいつもとは違う建前がポンって立つっていうかでそこで喋れることっていうのとか喋ることが 豊かにするものがあると思っているからだしそれを漏れ聞いた誰かっていうのが安心することがあるかもしれないって思うからだし直接話しては分かり合えないことがマイクを通すと分かり合えることがあるっていうそれはありますよね気もなんとなくしてるからだったりもするかなと思うんですよね最近。なるほどねだから なんかすごい原点っぽい話な気がする<ー>今の話はそうねいいね、うん、ちょっとうん面白いんじゃないですか、うん、そういう話をじゃあぐるぐる多聞店にゲストを呼ぶってことですかねあそうですねあ、あのー、そうですね、うんうん、12月のね11日に中市エキスポというお祭りがありましてはい、はい まあこの NRS ラジオ関連もね、うん、この博多南撮影所というスタジオを使って動画付きで、えー、動画付きにえと生放送をやりますはい、はいで。生じゃない番組もあるんですけど、うんうん、ぐるぐる多聞店も何かしらね、うんうん、やっぱそこでやらねばじゃないですか。そうですねちょっと考えましょうよ。そうですね、うん、緊急座談会みたいなのでもいいし、そうですね、分からんけど。<laughs> うん やりたいやりたいと言ってるのはあるんですけどねあるある、ねあのー、歴史に詳しい神話に詳しい人と、はい、山伏に詳しい人を呼んでジェンダーの話をするってやつね <laughs> はいはい <laughs> <laughs> はいはい面白そう,、うん、そ,うそう言うとすごい面白そうね確かに <laughs> <laughs>、うん、まあそうですね楽しみだ楽しみにしていただけるといいですねあと2回先ぐらいかな かな。二三回先ですね、うん。考えましょう。はい、考えましょう。<laughs> ょう <laughs> それはあれですか？あ、あのー、去年か一昨年もやったなんか二十四時間。 18時間やったんです、ね。あ、18時間。あ、そっか。今年はね、6時間6時間の二部制にしようかなと思ってあ、なるほど。いや、去年はだってあのアーカイブ残らなかったですよね。<laughs> あのね、<laughs> YouTube って18時間もやると残してくれないらしいか知らなかったんですけど、ね <laughs> あ。後から気づいて。で、収録してた番組だけ残ってて。あ、なるほど。アップしてるんですけど今。 あの今回はちゃんとアーカイブが残るようにそうですねしておきます後からガーンでしたもんね <laughs> いやもう本当よね <laughs> 幻やまああれはあれかとか言って <laughs> すぐ開き直っちゃったけどあの、うん、6時間6時間で,、ね、でまたあの鳥で、うん、<laughs> あの 私やってますストックブラザーズ・ザ・ワールドを最後に吉井さんと一緒にやろうと思ってます。ちゃんと時間通り終わってくださいね。全然終わらなかったですよね。終わらない。そうそうそう。ちゃんと時間通りに終わってくださいねとか私も言えないですけどね。まあこの番組は時間があるのかっていうね。そうですね。今回はだから時間通り11日12月11日のやつは終わらないといけないかからねそこかなら大丈夫 次がありますからね次の人がはいまあちょいちょい間に入るっていう手もありますけどまた出てきたそうすると多分スケジュールがむちゃくちゃなことになりますはいいはいいかな今日はんかポーンと空間が空きましたねそうですかいいんじゃないですかこのままさよならをしてはいそうですね 終わり方がわからんいのよわからなんだじゃあ終わりましょう終わりましょうはい今日はこんなところで終わりますそれでは来週も聞いてたもぺーい